シパ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 シ、お願いします。どうぞ、うん、始めてください。はい、おはようございます。インターネットショッピングについてとりあえず今からちょっと、調べてきたことを発表したいと思います。僕は総合制作学部メディア情報学科3年の杉森で、右に皆さんから見て左手にいるのが、総合制作学部総合制作学科の柴田です。よろしくお願いします。とりあえずまず最初のインターネットショッピングについて発表するにあたって大まかな流れっていうのをまず言いたいと思います。まずインターネットショッピングっていう定義っていうか大体どのようなものを指すのかっていうのをとりあえず、簡単に説明したいと思います。で、どうして発展できたのかっていうのを、メリットなどを含めながらやっていきたいと思います。で、反対に課題と問題点も挙げてやっていきたいです。で、まあ、それから僕たちが自分たちの推測で今後のインターネットショッピングはどうなるんだろうかっていうのを、まあ、考えたことを発表していきたいと思います。それではまず最初にインターネットショッピングとはどういったものなのか説明させていただきます。最初にインターネットショッピングとはインターネットを通じて買い物ができるサービスのことです。インターネットショッピングでは多くの場合ウェブブラウザの画面上で注文を受け付けて宅配業者によって商品を届けるという仕組みを使っています。決済の方法はですねいろいろありまして、クレジットカードからの引き落としですとか、銀行口座への振り込み、コンビニエンスストアの店頭振り込みなどのほか各社が提供しております電子マネーが利用可能な場合も増えてきております。インターネットショッピングを提供するウェブサイトはオンラインショップと呼ばれます。代表的なオンラインショップ皆さんご存知だと思うんですけど、Amazon ですとか楽天市場などがございます。楽天市場のような小規模事業者の集合体として運営されているウェブサイトは特にサイバーモール電子商店街と呼ばれることもあります。続きましてインターネットショッピングのメリットをご紹介します。この中でインターネットショッピングしたことがあるという方いらっしゃいますか？ありがとうございます。結構皆さんされてるんですね。なんでされてるインターネットショッピングをするかって言ったら、でもほとんどの人がこの理由なんじゃないでしょうか。激安格安で商品が購入できる点が大きなメリットだと思います。なぜオンラインショッピングは激安なのでしょうか。その理由はネットショッピングの場合は低コストで経営できるためです。例えば実際にお店を経営する場合は家賃、光熱費、人件費などにかなりの経費が必要となります。特に人通りの多い都心部や駅前一等地などでは家賃だけで大変なコストになります。オンラインショッピングの場合は店舗を持たないわけですから高い家賃は必要ありません。さらに商品を棚に陳列したり接客をしたりレジ打ちをしたりする必要がないので人件費もかなり抑えることができます。さらにメーカー直売のオンラインショップもあります。この場合中間マージンがなくなるため激安で商品を購入することができます。でもちろん商品は郵送されるわけですので送料が発生することになるのですが、多くのネットショップでは一定額以上の購入の場合は送料はお店側が負担してくれることが多いです。ですから私たち消費者にとっては大変お得なのです。続きまして、全国各地から商品が購入できる点がメリットとして挙げられます。これもオンラインショップならではの特徴です。先ほども少し述べましたが田舎の地方に住んでいても最新の家電やパソコンなどを購入することができます。そのためわざわざ都市部まで出かける必要がないのです。そうですね。はい、じゃあ続きまして商品がすぐに検索できます。人混みの中どこに陳列されているかわからない商品を探し回ったりする必要がありません。またじっくりと納得いくまで商品を探すことができます。はい、続きまして問題点です。今話してる感じやったらすごいいいとこばっかりで、じゃあもっともっと発展して実際のお店なんていらなくなるぐらいの勢いなんですけども、そんなことはなくて、まず問題点の一つ目として、実物を見ることができないっていうのがあります。まあ、やっぱり画面で見た感じすごい綺麗やなと思っても実際に届いたら違うかったり、特に衣類などは
試着ができないので、購入する際にはサイズを気をつけて購入しないといけません。やっぱり素材なども写真だけでは分かりにくいっていうこともありますし、これは注意が必要です。であともう一つが、すごい小さい買い物でも送料がかかってしまうっていうことがあって、やっぱりその実際の商品よりも送料の方が上になったりすることもあるんで、その場合はやっぱりその日用雑貨などは購入するのには向かないんではないかと思います。でやっぱり皆さんが多分一番考えるのが個人情報の漏洩などのリスクではないでしょうか。で、これに不安を抱く人がすごい多いと思うんですけども、でも、ほとんどのネットショッピングサイトでは SSL という通信方式を採用しています。で、これがすごいしっかりセキュリティを守られた方法なんですけども、SSL の仕組みをよく知らないっていう人が多いため、ついこれが不安の要因となっています。じゃあその SSL っていうのは何なのかっていうのを簡単に説明したいと思います。SSL っていうのは、セキュアソケレイヤーの略で、データを暗号化してやり取りする手順です。すごい今図とか書いてあって、まあすごい簡単に書いてるんですけども、まあ、結構ベリサインサーバー ID だとか何言ってるかよくわからないと思うんですけど、まあ、簡単に言ったら、まず鍵を3つ必要なんですけども、共通鍵っていうのと公開鍵っていうのと暗号鍵っていうの、あ、じゃあ秘密鍵っていうのが必要になります。で、まずクライアントのブラウザである、ブラウザ側から、公開鍵によって暗号化された共通鍵のデータをウェブサーバーに送ります。でウェブサーバーが秘密鍵でその暗号を解読して共通鍵を生成します。そして、暗号化されたデータを送られてきたものをその共通鍵で開けるっていう作業なんですけど、まあなんか鍵一回鍵の中に鍵を入れてなんでそんなに二度で回すんのやって思う人もいるかもしれないですけど、それは毎回毎回その暗号化してたらすごい暗号化したものを送って別のものでっていうのになるとすごい時間がかかるので、共通鍵っていうのをまず最初に送ってしまって、それで、複合できるようにしています。で、まあそんな仕組みを知らなくても、確認できる方法があって、 URL が HTTPS で始まるものなど、あとブラウザの、ところに鍵マークが時々見たことあると思うんですけど、こういうものが SSL を、導入している証明